チョーク。ソッカー塾の久保です。現在ですね、深夜3時半です。私にしてみれば早朝みたいなもんですけども、朝ごはん食べようかなと思ってます。これすき家の牛丼の冷凍パックでございますね。この中にね、3食分入ってるんですよ。で、こういう風にね、作るわけなんですけども、非常に作り方簡単。あのカップラーメンみたいにお湯にかけるだけなんですよね。今ね、お湯に入れております。こんな感じです。簡単でしょ。でこれができたらご飯にかけて卵を1個落としてね、食べてみようかなと思います。でちょっと待ってくださいね。それではシュッ。お、できたぞ。そして生卵、ゆで卵。じゃあご飯をね、ほかほか入れますね。美味しそう。ここにね、生卵を落としますよ。でこの牛丼の具をガーッとかけると、うん、ただ生卵がね、うっすらと白くなるのがいいですね。あ、これ本当にね、すき家の匂いですよ。本当美味しい。はい、できましたね。本当にあとはね、あのお店で食べる牛丼と一緒です。あの私が好きだったのは牛合いがけカレーってやつなんですけども、このカレーにね、この牛丼のお肉を かけてるパターンだったんですけども、とっても美味しくてね、あの量も多かったんで好きでしたね。あのガードマンしてた頃よく食べました。お金があんまりなかったんでね。はい、じゃあいただきます。うん、やっぱものすごく美味しい。うん、まあこれもインスタントといえばインスタントじゃないですか。だから一風堂のラーメン食べてるのとあんま変わんないと思うんですよね。うん、まあだからね、悩んだって話ですけど、うん、それにしてもね、あの北海道の旭川の女の子の事件、ほんとかわいそうですよね。なんかその性犯罪に巻き込まれて、加害者が同級生だったり学校の先生だったりするわけじゃないですか。で、未だに校長ってのは金子校長って言いましたっけね。金子なんとかって言ったな。なんかこう説明せずに雲隠れ。教頭も相変わらず仕事するらしいですよ、同じ学校で。担任の先生も、あの学校がその児童売春を斡旋してたんじゃないかなっていう人もいたり、監禁されてたと言われる倉庫がもう跡形もなくね、証拠隠滅のために焼かれていたりとか、移動に使った車も全部ね、焼却処分されていたりとか、事件のもみ消しがものすごくね、迅速だったんですよね。あとは当事者たる学校の先生が知らぬ存ぜるのらりくらりをやってればよくって、まあ、今年の11月には公表しますよって言ってますけども、それもね、なんかその衆院選があるから、それが終わってからなら公表するってことらしいんですよ。要するに選挙に影響するから。その関係者の中で加害者とされる方、もしくは隠蔽に加担したとされる教員なり何なりの誰かがですね、まあ衆院選出るらしいんですけどもね、そこあんまり詳しくは分からないんですけども、あんまりにもひどい事件だなと思いますので、こうやっていつも雑談の中で風化させないように話していこうかと思います。でもね、全国の小学校中学校にこういった売春斡旋組織ってのは入ってると思いますよ。場合によっては教員がそれを先導してると思います。まあ積極的になのか、何か弱みを握られてなのかは分かりませんけどもね。でも一遍加担するとそれが弱みになりますから、お天道様の前にはね、出てなくなるでしょうね。ひどい話ですよね。まあ女の子を持ってるお父さんお母さんはちょっとね、学校というものをちゃんと考えた方がいいかもしれないですね。もはや私たちに安全地帯はないのかもしれません、うん、牛丼食べながらですみませんけどね。じゃあ